全できるようにしよう。OK。なんでその2人最近ユーゼハマってる。でもなんでなんそれ。俺エアポッツ壊れたもん。俺エアポッツの中身なくした。よ2つとも。いいな。ユーもエアポッツケースなくしたからユーゼ。俺エアポッツ片耳壊れてもう聞こえへん。からユーゼ。お疲れ。お帰り。ヨウタのパンクした話を聞いたって。朝一。なんでパンクしたの？知らんよ。昨日パンクさせられてたかもしれない。俺はそういうこと。え、ヨウタ、俺勝ったから無理して。それ家から歩いてきた。歩いてる？ちょっと行こう。バス。トリプルだ。バス。練習バス。バスが練習バス。なお、ナイス。ありがとう。YouTube です。YouTube です。お疲れ様です。ストレッチとかしてください。ちゃんと怒られた。ストレッチしてください。やってるふりです。ルイはやってるふりです。ちゃしてるみたい。ストレッチやります。はい。一回生の感想お願いします。一回生の感想。肩痛い。肩痛い。ありがとうございます。オッケー。今回で仕事しても助かる。どれで毎日コツに備えていけるようになる。はい、MVP 昨日はシエラ。はい、ソラ君です。ソラ。最後のゲームでも縦に長いゲームでもきつい中で何回もゴール前で動き直してたんで選びました。はい、おめでとうございます。今日は縦のスプリントが多い中で攻撃では全員がスプリントを意識するってことができると持っていくことができたらリーグ戦も走ってんで勝つこともできると思うので、そういうところまた明日から意識してやっていきましょう。ここで今日の練習終わります。せーの、よしよし。レイ終点しよう。おい5分。今日見た最下位から怒涛の4連続ゴール。役者今日の練習きつかったよ。今日あげび、今日あげび、あ、きつかった。ミリちょっとアイシングいいから、アイシング持ってこようか。
いやでもちょっとさすがにマネージャーにそんなさせれんからな。レディーにはさすがにちょうど持ってくるわ。いけ。すごい取り終わった。持ってこい早く。まあ、早く持ってこい。早くこいつ。なんなの。あーやばい。YouTube ですよ。これあれです。名古屋グランパスはキャンプ行ってます。1年生の頃。エグいキーパーです。ほら、ほら、エグいっしょ今のキーパー。アップしてアップして。これ名古屋グランパスの1年生でキャンプ行ったキーパーです。今のジャンプエグい。日本に行くって。日本に。うわー。コンディション悪い。MVP やのにしよう。いや、行くよ。俺の玉乗りピエロだって。ミリ、ミリ、俺の玉乗りピエロだって。前ってポストプレーとかもミスるけど、こぼれ玉って絶対多い。いや俺ダゾーンあっちで見られへんかったから、剣の見聞きたいわ。俺ダゾーン見ようと思ったら見られへんかったな、向こうで。どうやったん？点決めたよ。噂では、噂ではシミュレーションをピあのフリーキックもらったんだ。シミュレーションして。噂ではね。そうだった。こっち日本でやったの。リアルに。じゃあさ、お前だって前も入ったよ。一回言って。前今鼻ゴイーン伸びてます。ここら辺まで。知ってるよ、それは。知ってる。それ知ってるんだけど。あの、3月の時どっち強かった？体感は、日本でやったら強いんちゃう？え、いやどうやろいや韓国の強いかな。メディアとかも結構おったし。え、笛の吹き方どうやった？もうアウェイやった。アウェイやった。やっぱり最後やばい。最後全部前声なのに全部こうなんです。それはあるよな。大丈夫、友達できたの？ここでできたよ。意外とリアルに誰と仲良くやった？いや結構みんな仲良くなったよ。つくばの琵琶湖でやるアウトドアトレーニングみたいなあるやん。はい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 、シュンビーディング、はいはい、あれやったから、結構チーム力も上がってみんなと喋れたし、あれが効いたってこと。そっから韓国やから。マジ？よかったよかった。みんな面白いし。もう疲れた今日マジで。バジル大入ります。盗撮の撮り方やん、それ。盗撮やめてください。やめてくれよ。もう、ん？これやる、これやる、これここで、あ、そうそう、あ、そうそう、もう一回やる。ああ、で、ちょっと、これ、これ、これ。こういう、そうそう。もう完璧。うん？もう一気にする。ありがとうございます。もう。ねえ。もう。ねえ。
どうやったアイス食べよう。ここや。ビール来た、ビール来た、ビール来た、ビール来た。妖怪やって。妖怪人間。わお。30日よりミャンマースタジオの長井にて、後期学生リーグが再開しますので、ご覧のほどよろしくお願いします。サッカー試合だけ何しない？サッカー試合だけ、まあ、結構最近はアイの不時着だったネットリックス。そうやな。愛の不時着って結構あれだね。愛学べるんじゃん。せやな、あれ結構、愛の声の違いって何なの？あれ、いい質問するやん、お前むずいな。そういう質問、もっと日常的にちょうだいよ。ちょうだいよ。愛は、ね、自分主体で、愛は、タインあれ、やばいらしいな。ちょ、帰るわ、俺も帰る